ミンミンゼミと夏休み。いやー、切なケースだよ。夏休みに残りわずかになって、宿題ラッシュをしている画面の前のみんな、ちょっと手を止めてこの動画を見てくれ。見たところで、有意義な時間は過ごせないだろうけどな。今回やっていくゲームは、このミンミンゼミと夏休みっていうね、昆虫採集のゲームなんですが、この昆虫採集のゲーム、一味違うんですよ。見てもらえばわかると思うけど。初めから。主人公の名前がクソガキなんですよ。この子供を親にどんな思いを込められてこんな名前つけられたんだろう。気が狂ってんのかな、親の方。とある夏休み。よっしゃー、行けー、強し。うわー、いやはは、また俺様の顔でもする感じだね。くっそー、僕のカナブンがクラブン叩く能力ないと思うの。言っただろ、俺様のカブトムシは世界最強だって。お前みたいな弱虫がこの俺様にかかってくるんだぜーや。バーカ、帰れ帰れ。いやめっちゃ追ってくるやん。語彙力のないバーカっていう小学生並みの暴言。あ、これ小学生か。うどんが食べたい。くっそー、また負けちゃったよ。なんだよあのカブトムシ、あんなの反則じゃないか。いや、お前もお前でカナブンで戦おうと思う無謀さ通りがついた方がいいと思うけどな。いくら僕のカナブンが頑張ったってあんなの勝てっこないよ。僕じゃ無理なのかな。来た、お父さんかな。クソガキ。やめろ、一斉目クソガキって言うなお前。笑ってますだろお前。何ムズムズしてるんだ。泣き虫は男じゃないぞ。息子にクソガキってつきといてよく言うな、このお父さんも。お父さん、よし、クソガキ。だからやめろってお前。これ見返しにクソガキって叫ぶだお前。父さんと一緒に強い虫捕まえに行くぞ。え、本当にやった。さあ早速出発だ。おうおう、よし、着いたぞ。この森はレアな虫がいっぱいいるんだ。父さんもくてもくろよくここで大物捕まえてたもんだよ。へえ、あ、お父さん、あそこ気が利かいよんな。お、早速いたな。あいつはでっかいぞ。北海道はでっかいの夏って。それじゃあクソガキ、これをお前に渡そう。虫取り網、虫かご。これは俺がこれもらった時から使ってる宝物網だ。あ、そんな前から。え、長いこと経ってめっちゃ汚れてたりしないですか。いやっすね、潔癖症なんで、僕潔癖症なんで。これを一人すれば捕まえられないもんはない。俺が保証するぞ。あ、だったらその辺で海とか歩いてるチャンネルとか捕まえても大丈夫ですかね。捕まえた虫はこの虫かごに入れるんだ。お父さん、ありがとう。あとクソキって名前はどうにかならない。さあ早速そいつを使ってあの大物を仕留めてくるんだ。この突然さ濁点入れるさセンス。このすごいでかい濁点を入れるセンス、このゲームのセンス。よっしゃ、頑張るぞ。しっとき、またはマウスホイールボタンを押すと網を振ります。まあ、網を振ると目の前のターゲットをつかめることができまーす。できるまーす。できるまーす。どこ、なんかちょっとこだわりあるんかな。このできますっていうのできるまーすっていう作者のこだわりがあるんかな。なんか。エスケープか右クリックでメニューを開きます。メニューでは捕まえた虫を見たり、逃がしたり、図鑑を見たり、セーブしたりとかができます。あ、できるまーすよね。とりあえず早速あいつを捕まえてみよう。オッケー、こいつやな。シフトキーやったな。よし、ヤマトカブトムシを捕まえた。やったー、初めて捕まえたヤマトカブトムシを図鑑に書き込んだ。
ヤマトカブトムシ。ポケモン図鑑みたいな説明でいいや。ヤマトカブトムシ。昆虫ポケモン。超普通のカブトムシ。日本で取れるカブトはほとんどがこれ。おお、すごいぞ、草垣。そいつはヤマトカブトムシだ。初めて名乗りよく捕まえたぞ。草垣はお野菜のバッチリ受け継いだみたいだな。お父さんめっちゃテンション高いな。普段何やゆる人なんだろう、仕事。すごい、とっても強そう。こいつを使えば、もしかしたら強しくんのも。あれ、待って、待って、お父さん。お父さん、どこで仕事いいの？この時間はそうそう仕事の時間じゃないの？仕事行かなくていいの？仕事してないの？この調子でどんどん捕まえて、強し行かて、クズガキ。男としての。お父さん、ありがとう。よーし、たくさんの虫を捕まえて、強しくんのカブトムシをやっつけるぞ。それよりもさ、筋トレして直接強しくんに殴りかかればいいんじゃないかなと思うのはどうなのかな。こっちにもおるね。こう言って、あ、こっちじゃない？こうか。ちゃうな。こっち、あれ？あの、光寄るとこが気になるんやけど。光寄るとこが、あ、来た来たか。間違えた。おうおう、潜んでいる。よし。ミヤマクモ、ミヤマクワガタを捕まえた。これを届いたというかも、俺、どうにかしとるのな。やったー、初めて捕まえた。ミヤマクワガタを、図鑑に書き込んだ。ミヤマクワガタ。クワガタポケモン。ワイルドな形の頭を持つ。ミヤマさんが名付けたわけではないらしい。子供らしい発想ですね。メニュー開いてみようか。虫かごが、これ見るで、カラボン俺。ああ、こいつ使いよったんじゃん。コロカナブン使いよったんじゃん、さっきの戦い。可愛いカナブン。綺麗な色をしているが、戦闘力はゴミ。やめてやがろ、お前。戦う系の虫じゃないんじゃん、お前、カナブンは。あとね、あ、こっち聞いちゃった。あとね、このゲームの気違いなところ教えてやろうか。これだよ。捕まえれるんだよ。何でも捕まえるんだよ、この世界は。大きな木を捕まえた。やったー、初めて捕まえた。大きな木を図鑑に書き込んだ。何の図鑑だよ。もう昆虫図鑑ってなくなり始めてくるんだよ。大きな木。森とかに生えている大きめの木。大きいので虫かごに入れるのに割と苦労した。苦労したとかそういう問題じゃないだろ、お前。入らんわ、お前。どういう苦労の仕方したんや、お前。どういう苦労の仕方したん。というわけで、お前、コケコッコ、お前、コケコッコ、クワー、うるさいぞ。元気な鶏だな。捕まれ。鶏を捕まえた。やったー、初めて捕まえた。初めて捕まえ方。虫取り網で捕まえるようなもんじゃないんだけどな。鶏、そこら辺を歩いていた野生の鶏、よくコケコッコッコ発狂していてうるさい。やめろ、お前。今ちょっと元気だなって言うたのにうるさい扱いされてるの。これ鼻とかも捕まえる。捕まえるつか積むやけどな、これ。赤く綺麗な肌、乙女の真っ赤に燃える熱い恋心を表現してくるよ。ポエマー、ポエマーや、お前。ポエマー的表現を入れてきたの、お前。もしかしてツイッターでこういうツイートしかしてないのか、お前は。こういう枯れ木とかも使える。枯れてしまった木、これをたくさん置けばホラー感が増大するぞ。そんなクリエイター目線では語らんといてほしいんだけど。あとでかい木はさっき捕まえた木、いや、あとこの倒れとるやつ。倒れた木、倒れた木、倒れてリスト君の住居になった木。残念ながらこのゲームに椅子は登場しない。やめてる。メタ発言やめてよ、お前。あとキノコ。こんな目を見た目をしているキノコに毒が入っていないわけもないので、後でお父さんに食べさせて。やめてー、お父さん死んじゃう。お父さん死んじゃうよ。威勢のいい優しいお父さん死んじゃうよ。お前、クソガキってつけた以外は完璧なお父さんだ。あ、仕事してないな、あの人。あの人仕事してないな。あの人仕事してないだけだよ。石ころ。石ころ、落ちていた石ころ、これを投げて強しく本体を倒すという作戦もなしではない。
もう暴力に訴えかけるや、暴力に訴えかけるや、もう意志とか怪我するぞお前。あと確かね、これこういう草むらものいけるんじゃないんだよ。もうでかい、規模がでかいわお前。草むら B を捕まえた。森に生えている草むら B、 広大な自然の生命力を感じる。 A、草むら A、 野生のポケモンが飛び出してきそうだ。飛び出してきませんからね皆さん、安心してください、飛び出してきませんよ。次のエリア、一回捕まえたままはいいや。それよりもヒカトモンが気になるよな、これ。これ。オオクワガタ、オオクワガタ来た、来たオオクワガタ。オオクワガタ、黒光のダイヤのようなボディを持つ。正直戦わせるよりかは売り払いで。お前、元気なこと言うな、お前。子供らしくないことを言うな、お前は。ちょいちょい、お前。コケキリカブ。コケキリカブ。時が経ち、コケに覆われてしまったキリカブ。自然の力を感じるなぁと思った。お前、時々お前、子供らしくないようなこと言うな、お前。おっさんっぽいこと言うな、お前。すごい、ラフレシアみたいなのもあるし、臭い花。もろポケモンっぽい名前やけど。めちゃくちゃ臭いお花。なんで森に生えているのか、心底謎であり。本当に勘弁でしょうし。うん。これは？お、コクワガタか。一番捕まえやすいクワガタ、実はそこまで小さくはない。確かにそうかもしれんな。そんなに他のクワガタと差があるわけじゃないけんな。おい、これはネプチューンオオカブト。ここ日本じゃないの。おい、ちょっと誰かお前、勝ったものを逃がしただろお前。生態系変わるけやめてよお前。ネプチューンオオカブト、世界で2番目に大きいカブトムシ。細長い2本の角でリモコンを取るのに便利そう。そんなんに使わないであげて。世界で2番目が泣くよ、お前。これは？あー！崖！崖！崖消えましたね。崖が消えましたね。やったー！初めて捕まえた。捕まえるもんじゃないんだよ、お前。森の奥に佇む巨大な崖。行く手を阻むその姿はどこか神秘的だ。神秘的な言葉を使える小学生おるか。言葉遣いが、言葉の使い方がさ、もう小学生の息ではない。いろんなところで虫を捕まえ、剛くんに勝てるように頑張りましょう。剛くんは決戦の公園にいるようです。どこ行こうかな。家戻れるのこれ。決戦はちょっと最後に回そう。僕んち、お父さん、お父さん、仕事してよ、お父さん。お父さん何してんの、お父さん何してんの。焚き火の前、何温まってんの。今の季節考えたら、あ、農家なんかな、お父さん。あ、仕事に、会社とかにつかみに行っとるタイプの人間じゃないんじゃ。そうなんじゃ。あー、人参があるってことはだ。覚悟！人参を捕まえた！やったー！捕まえたぞ！人参。立派な人参、カロテン豊富で美容にも健康にも効果大。ちなみに作者は嫌い。ちなみにいらないよ。確かにあんまり子供は嫌いじゃない子も多いかもしれんけど、結構栄養価あるんやで。カカシ、もう捕まえた。やっぱりカカシ捕まえた。畑にそびえ立ちカラスを追い払う。しかしカラスが学習しすぐに効果はなくなるぞ。やめてそういうこと言うの。そういうことやめる、言うのやめてくれ。これなんなん、キャベツ。キャベツを捕まえた。キャベツ、新鮮シャキシャキキャベツ。塩、ニンニク、ごま油で揉み込むとやみつきのつまみが完成。つまみで言うなお前、子供がつまみで言うなお前。お父さんの趣味に継承されてるやお前。そうなんじゃ、俺も食ったことないわ。今度やってみようかな。合うんかな。稲、黄金色に輝く稲、両手に持って全裸で走り回ると通報されるという技だ。持たんでも通報されるやつですね、それはもう。うん、それは持たなくても通報されるんでね、もうやめてくださいね。お、ノコギリ。いい感じの鋭い角を持つ。これを鼻穴に、鼻の穴に差し込むと気持ちいいと話題だ。痛いよそれ、痛いやつよ。何を気持ちいいな、
どこの噂、どこ情報、どこ情報それ。井戸、井戸、地下水を汲み上げるための井戸。そこには小さなメダルが落ちている可能性が切れ損。何の話をしてるんだお前は。お父さん、なんだ農家で頑張ってるんだね。竹木もらいます。炎、炎だけ、炎だけ。あ、これ竹木としてこれ一体でもらうんじゃなくて炎だけなんだよ。カルシファー、カルシファー。カルシファー、カルシファー。やったー、初めて捕まえた。カルシファー、カルシファー来たよお前。ハウルだ。主人公のお父さんハウルなんこれ。実はメラメラ燃える炎、虫かごに入れる際手を 90% ぐらい火傷したが気にしていられない。いや 90% でよい、だいぶやだお前。病院にいた方がいいぞお前。でこの胴体も扱われるんじゃ。石かまど、石かまど。こんなゲームに石かまどって言葉出てくるんじゃん。上手に組まれた石かまど、石で囲うことで熱を逃がさないという天才的なアイディア。お父さん、こんなとこで何してんの？おう、虫出るは順調か？虫じゃないものがほとんどですよ。今の虫かごの中の虫じゃないものが8割ぐらい入ってますけど。何か分からないことがあったら聞けよ。工作とかあるの？ああ、工作ができるんだよ。道具箱を調べると工作ができて、なんかいろんなものが作れることか。はあ。大丈夫。そうか。それじゃあ、打倒剛くん、頑張れよ。はい。お父さん、ゲットだぜお父さんはつけめえだもんね。お父さん、僕のお父さんだ。足が臭い。いつもフラフラしてるが、仕事は何をしているのか不明。思うよな、靴書き。俺もそう思うわ。農家で野菜作りよけん、農家の人なのかなと思うけどさ。たっききの前でぼーっとしとおけどさ、たぶんだらけてるんだろうな。犬、野良犬を捕まえた。野良犬、そこらへんを歩いてきた野良犬、べっとりしていが弾が襲われるのでやめておこう。弾、あの矢の上におるやつか。弾、お、弾どうした？何か弾が超えてる。鶴橋のレシピだぜお前が。よし、じゃあ作ってみよう。でもその前にお前を捕まえてやる。弾を捕まえた。もうだんだん慣れてくる。だんだんおかしいものを捕まえていく段取りが慣れていく自分が怖いですね。僕んちのペット猫の弾、よくつまみ食いしてはゴロゴロ喉を鳴らして甘えてくるので怒れない。そうよな、猫好きってそんなもんよな。煙突、煙突、僕んちの屋根に刺さっている煙突、とりあえず刺しといた感が溢れてる。やめろお前、オブジェクトの話をするのはやめろお前。作者さんの意図をつくのはやめろお前。電柱はこんなとこにあるんだ。ゲットだぜ。街灯、街灯、そこら辺に立ち夜の街を明るく照らす。そこに虫がうじゃうじゃ集まるため、マジでキモい。確かにそう思っとる人おるやけどさ、今のにあげてあげなさい。あ、お母さんおる。お母さんおんな。あら、クソガキどうしたの？お母さんもクソガキって呼んでる。夏休みはたくさん遊ぶチャンスよ。ただし宿題はやりなさい。そうだぞみんな、お前この画面のみんな、前のみんな、この動画見ながらでもいいけ、宿題やろよお前。お前今からでも宿題開けよお前。お小遣い寝られる。お小遣いを狙うには勇気が足りないようだ。勇気ってなんだお前。勇気ってパラメーターあんの？ちょっと待って、勇気ってパラメーターあんのこれさ。ないよな。そういうだけだろお前が。確保。お母さん、世界最強の生物。僕のお母さん、怒ると口から炎を発揮し、全てを焼き尽くす。ゴジラかなんかと勘違いしてるんだもんお前。ティーカップ、コーヒーセットか。コーヒーセット、優雅なひとときを過ごす大人のコーヒーセットだ。飲みすぎるとカフェイン中毒になる。お母さんの料理レシピ本、ヘルシーソル。粉も作るの？
冷蔵庫。何かつまみ食いすぎようとするとそこにいる女の人がお料理を襲って襲ってくるって注意。そこにいる女の人って言うのやめてよ。お母さんだよ。他人用意お前やめろお前。はあはあ、パンが、あ、パンが、パンの棚なんだよこれ。棚ごと食っちゃうもん。パン棚、パンがたくさん入っている棚、パンでパンパンって感じだ。すいません。滑った、勝手に滑った、勝手に滑りやがった。このゲームの方が逆だお前。お、なんかおるよ、シンコの鉢植え、シンコのところの鉢植え。これなこれ、ヘラクレス、こんなところおる。ヘラクレス、こんなところおるのか。なんでこんなところおる。いや、この、ここにおるんだったら、こいつで戦えよ、お前。あー、ヘラクレスオオカブトだって気づきとったらさ、こいつで戦えよ、お前。カナブンダクダさんで。スカイで一番大きなカブトムシ。カブトムシの会のジェホンマンと言ってところか。あ、ちょっと何言ってるかわからないです。ぬいぐるみ。キャサリン、キャサリン名前つけてんのか。女の子みたいな趣味あるな、お前。燃えるような、あ、くれない色の女の子。大好物はビールとモツ煮込み。おっさんじゃないか、お前。キャサリンかっこおっさんじゃないか、お前、お前。見過ぎろ。ジェームズ。ジェームズ。青く澄んだ色の男の子。正義感にあふれ、いつも絨毯のダニと戦っている。で、絨毯のダニが湧かないのはこいつのおかげなんやな。ブラウン。やめろお前、うんこみたいな色の男の子とか言うなお前。頭が良い、よくトイレに流されそうになるとかやめる。それはお前が勘違いしとんちゃうんか。わあ、うんこがソファでマットの上にあるみたいな感じがするよお前。トム、闇のように黒くて暗い男の子。将来の夢は実家暮らしのニート。暗い。確かに暗い。うん、ベッド。毎朝会社学校に行こうとしても身動きが取れない現象の先般だ。確かにわかるわ。あと学校来て、これもしかしてさ、あー、階段が、階段が吸い込まれていった。僕っちの2階に行くための唯一無二の手段、これなくして2階には上がれない。上がれようやっちゃった。いやー、2階に上がれようやっちゃった。まさかとは思うけどさ、まさかとは思うんやけどさ、だー、家がー、家がー、僕んちを捕まえた。青い屋根のお家、ところどころ片付いてはきたが、9年間ずっと暮らしてきた大好きなお家だ。消えましたね、大好きなお家消えましたね。なんでこの扉がちょっとさ残ったかわからんけど、扉も。空き巣から僕たちを守ってくれる最後の砦だ。ああ、もう満足、もうここまで捕まえたら満足するわお前。強し、あ、強し以外にもいろいろおる、めっちゃ人おる。さすが公園、さすが公園だ。日記セーブ。ジジイどうした。うぬ、おるし、そのオーラ、さては無精少年じゃな。お、なんで分かったのですか。なに、わしを昔虫取り少年での、虫取り少年は匂いで分かるのじゃ。さらにわしは虫取り少年が今まで何回網を振ったか見当てることができるのじゃ。おるしが今まで網を振った回数は69回じゃ。どうじゃ、すごいだろ。すげえ。うるせえポケ、知らないおじさん。公園にいた知らないおじさん、なぜか僕が網を振った回数を言い当てる無駄な能力を持つ。髪の毛が生えていない。向こう側になんか虫がおるの気になるし。フェンス捕まえた。公園を囲うフェンス、手が滑って捕まえてしまったが、わざとではないので仕方ない。言い訳、言い訳やめなさいお前。これはなんだ。お、効果さす。世界最強のカブトムシ、3本のズムで挟まれた最後、湿気不可避。湿気とか言うな、お前。湿気とか言わないで、お前。自販機、自販機、お釣りの出口と下の隙間をチェックしたら、あとこいつに用はない。やめろ、お前。そういう目線で見るの、やめて。
わ、カップルっぽいのがおるな。愛してる僕、好きすぎて、叫びたくなくて、わぁ、画面の前の君たちだな。こっちは激川女子。ふふふ、私も好きよ。ありがとう。相手選んだ方がいいと思うよ。逮捕。気猛毒のくせに激川の彼女と付き合ってる。どうせ明日と ATM たちが思われてないよ、君。その通りだな。彼女、僕と一緒に行こうよ。隣にいる男にはもったいないすぎる激川彼女。それで本命はどこにいるの？行ってごらん。この世はなんかそういうので溢れてるな。そういうなんつうか嫌味で溢れてる。うわー、クスガキじゃん。マジウケる。ほんとお前やめような。金よこせよ。うるせえ。左手をつけて今の大ボブ。デメラどうやって一生表情の裏に隠れて演技になっていろ。捕まえてやるぞ。やったー、少年 A を図鑑に書き込んだ。なんか逮捕された未成年男の子みたいな感じになってるよ。強しくにくっついて回る少年 A、 言いなり、キョロ獣、別名金キョロ、フン。いいえ、バリ言い方してしまうって。この子はおお悪そう。少年か、これ女の子かと思った。よう、草撃、どうした。強しくに何か用か。強しくんはここらで一番強い。超強いからやめときな。いや、マジ強すぎて本当にすげえんだ。うるせえ！てめえは全身くっついて自慢して終わりか！てめえはどうなんだ！己の力を誇れるような男になれよ！くっかき、口悪っ。口強、口悪っ。逮捕。全身くにくっついて回る少年 B、勘違い、スネオ、別名、小判ザメ。いいよ。この主人公の言いようが。男の子じゃないだろ、強しよ、お前。どう見ても、くすがきより年40個ぐらい上なんやけど、お前。あ、くすがきじゃん。お前、証拠にもなく、またしても俺様に挑戦しようというのか？やるぞ、お前。そうだ、今度こそ絶対勝ってやる。たくしょうがねえな。まだ後悔させてやる。ゲーだよ。いけ、俺様、カブトムシ。デスカブト。五本図のカブトっぽい感じやな。一旦に一匹ずつ持っている虫を選んで戦わせることができます。虫によって攻撃したり回復したりと効果は様々。なお、戦った虫は消滅しますが、バトルが終わった後、また虫かごに戻ってきます。安心して戦わせましょう。こういう感じのゲームなんじゃ。虫を繰り出す。ちょっと待って、虫じゃないやつはある。虫じゃないやつはある。虫じゃないやつあるで。どういう効果やようわからんけど。多分これステータスアップだ。石かまど、いけ。攻撃力アップ。攻撃力、防御力、ダメージが減る。ああ、相手もちょっと乗せてきた。相手も乗せてきたんだよお前。虫を繰り出す。どうしようかな。キッチンで攻撃だ。キッチンアタック。少年のキッチンアタック。お母さんの力、排水口の匂いで攻撃しちゃった。匂い系の攻撃だったわ。いてー、そう思ったらそんなに痛くなかった。あ、毒かかってるやん、お前。もう完全に虫相撲の息じゃないぞ、お前。行くぜ。くらえー、パンダナ回復アイテムじゃん、読みながらしたわ。カカシアタック飛び込み、驚かせた。ダメージがでかい。おっと、ダウンした。ダウンしたで相手。いいね、カカシアタックいいね。ここら辺にちゃんとしたココアガタで行くよ、お前。ココアガタ。4の友達はために、ダメージでかい。600何本。ココアガタやる。ココアガタやるよ。じゃあ、オコアガタは。タック。うわー、さすがオコアガタ。ダメージがでかいぜ。敵の攻撃も来たが、まだまだいける。じゃあノコギリクワガタ3連発じゃん、お前。いけ、大ダメージ、いいっすね。じゃあそこら辺で、そうやなお母さん、あー、炎を吐き出し、全て焼き尽くすか。絶対いけるだろ、お前。いけ、お母さん。
ファイヤー、ダメージがでかい、やけど、そしてやけどです。お母さんさすが、お母さん最強生物、お母さん強いわ。さすが、お父さん頑張って、お父さんも頑張って、お父さんも負けるな。お父さんいけ、お父さんダメージ食い、ダメージ食い、お父さんお父さん25ダメージ戦うのは、喧嘩は苦手タイプのお父さんだった。知らないおじいさん行け、今度知らないおじいさん、あでもおじいさんの方が強いじゃないかお前お父さんの4倍強いじゃないかお前。回復入れとこう、ちょっと回復入れとこう。激顔彼女、彼女カブジョラブラブ光線、ラブラブ光線で回復だ。ラブラブ光線癒して、癒された、めっちゃ癒された。よっしゃー、そろそろ行くか。コーカサス、コーカサスじゃないわ、何やったっけ、ヘラクレスか、ヘラクレス、いいよ、そろそろ行けよお前。ジェホンマン、昆虫界のジェホンマン行け、くらえ、倒したー、クソガキの勝利。うわー、か、かれた、やったー、かれたぞ、万歳。くそー、覚えてろー、よくやったな。あ、お父さん見てくれ、あ、ちょっと待って、お母さん、お父さん、ちょっと虫かごの中におったはずなんで、そっちから来た虫かごの中に入れとるはずなのに、なんでそっちから来た。お父さん、俺はクソガキがやればできるからだって信じてたぞお前、あの強い強しくんだって頑張れば倒せるんだ。お父さん、ダメージ25のお父さん、だから覚えていてほしい、どんなにくじけそうな時も必死に頑張ればきっと超えられる。だいぶ超えられなくても頑張ったことが自分の糧となり強さとなる。無意味な頑張りなんて一つもないんだ。僕強くなれたのかな。ああクソガキは強い。え、よっしゃ僕は強いんだ。こうしてクソガキくんの苦くて甘い時にしょっぱい夏の挑戦は幕を下ろすのです。成功法勝利。お父さんは結局何の仕事をしているのでしょう。あ、クズガキちゃん、お前証拠マーク俺さんに挑戦しようと言うのか。いやーだよな、俺様に挑むにはちょっと、万年ぐらい早いよね。メーク帰れ帰れ、ああ、商売しないけどお前を捕まえさせてもらう。強し君を捕まえた、はっはっは。街中で武士は楽しんだら最強、学校でもカースト最上位で誰も逆らえないぞ。やったー、強し君を捕まえたぞ、完全勝利だ、イエーイ。そうだ。そしてクズガキくんは強しくんに完封なきまで大勝利を収めたのです。ベイブレードやめろお前スクラッチ中でベイブレードするのやめろお前。めでたしめでたし、ハッピーエッド。強しは奴隷じゃ。